サンタムエルテはメキシコの民族カトリック主義における聖人、あるいは女神である。死を擬人化した姿で表現される。あらゆる願いを叶えてくれるとして人気を集め、カトリック教会の指導者による非難にもかかわらず、サンタムエルテ崇拝は21世紀に入ってますます拡大している。コロンブス以前の時代よりメキシコ文化では死に対する崇敬が存在し、それは 死者の日にも見ることができる。その要素として、人々に死を思い起こさせるためのサレ神戸の使用を含む。サンタムエルテの起源については、戦術のようなメキシコ先住民文化に起源を求める説をはじめとして、様々な主張がなされているが、詳しいことはほとんど不明である。サンタムエルテ崇拝は、メキシコのカトリック教会によって悪魔崇拝であるとして非難されているが、 近年ますますメキシコの文化に定着しつつある。公共の場に初めて設置されたサンタ・ムエルテの礼拝所で祈る信者、サンタ・ムエルテ崇拝は20世紀まで秘密とされ、祈りと儀式は信者の家庭内で行われてきた。21世紀初頭から特にメキシコシティにおいてエンリケタ・ロメロという信者が2001年に礼拝所を設置した後、崇拝がより一般的になった。 サンタムエルテの信者の数は過去10年から20年の間に急速に増加し、メキシコ、アメリカ合衆国、そして中央アメリカの一部で推定1000万から2000万人にもなっている。サンタムエルテは一般的に長いローブに身を包み、鎌と地球を持つ骸骨の女性像として表現される。 ローブの色などの図像の具体的なイメージは、おのおの信者や行う儀式や祈願に応じて、大きく異なるので多様である。足元などに、フクロウが配置されたり、正義の天秤や砂時計、ランプを持つこともある。サンタムエルテには以下に挙げるような異名でも、親しまれている。ラニーニャブランカ、ラニーニャボニータ、ニーニャサンタ、ラフラカ、ラエルマナブランカ、ドニャブランカ、セニョーラデ、 ラス・ソンブラ、ラグ・アッパ・サンタ、ムエルテ崇拝のコミュニティは組織化されておらず、司祭などの役職は存在しない。ただ、サンタ・ムエルテのメキシコにおける普及が、薬取引業者の拡散と同時並み的に起きたことに関して、メキシコ政府やメディアは、サンタ・ムエルテがナルコ・サタニコスであるとして、麻薬カルテルと密接に結びついているという見方をしている。この点につき、 サンタムエルテ崇拝の現地調査研究をしている加藤カオル教授は、麻薬業者がサンタムエルテ信仰を隠れみのにすることはあっても、サンタムエルテ信仰は、薬業者のカルトではない。という見解を示している。2012年3月、メキシコ北部のソノーラ州でサンタムエルテを信仰する男8が、過去4年間に三を、ニエとして殺害した容疑で逮捕された。なお、 サンタムエルテ信仰の競技には、逃げや、気を捧げるべしといった要素は皆無である。ありがとうございます。